あなたが変わらないのは変われないと思っているから違いますかはいこんにちはライフスキルティーチャーのミスターオカチです本店で生きるための行動習慣やライフスキルを MAX と一緒に紹介しています はい、ということで、えー、これまで僕はプロのコーチとしてたくさんの人とコーチングそして教育を、えー、提供してきましたたくさんの人たちに教育を提供してきましたその経験を通じて自分はなかなか変わらないという人には一つの大きな共通点があったんですそれは自分は変われないと思っていること はい、これはね変わりたい変わりたいってアクセルをどれだけ強く踏んでも変われないってブレーキをもっと強い力で踏んでいたら進まないんです前に踏み出せないんですよ。はい、でぶわーってこう煙が出て演出として疲れるだけなんです。今日はそのブレーキを解除したい 今日はそれですね、えー、自分なんて変わらない変われないんだと思っているセルフイメージを変えるための方法を厳選して4つ紹介させていただきます、えー、これを最後まで見ていただけたらあなたがなりたい自分になれるようになるですので最後までご視聴ください。 はいということでこのチャンネルではえっ、ー、とあなたがあなたらしく生きるためにそして本音で生きるためのライフスキル行動習慣考え方を全力で紹介しています、えー、よかったらチャンネル登録ボタンをポチッて押してもらえたら嬉しいですあと SNS でも配信してますので概要欄からご覧くださいはいということで自分を自分なんて変われないと思っているそのセルフイメージを変えるための方法を4つこちらですね えーまず1つ目えーコントロールできることに集中する2つ目 ABC 理論3つ目成功シーンを想像する4つ目セルフトークはい1つ目コントロールできることに集中するこれはね僕の親友からもらった大切な言葉ですはいちょっと読み上げますね変えられないものを受け入れる心の平静を変えるものを 変える勇気をそしてその2つを見極める賢さをこれはニーバーの祈りとしても有名な言葉です世の中には変えられるものと変えられないものがあるコントロールできるものとコントロールできないものがあるんですでコントロールできないもの変えられないものに 意識を集中したりそっちに向けて行動しているとやっぱりストレスが溜まったり疲れてくるんですよだって変わらないからどれだけ頑張ってもだからなんやろ えー、どうせ自分なんて無理なんやってこんだけ頑張っても変わらないんだ結果は出ないんだっていうそういう無力感がどんどん積み重なっていくんですよね。これ学習性無力感っていうんですけどそういう無力感がどん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 積み重なっていくと自分はやっても無理なんだっていう気持ちになってやらなくなるんですよ。挑戦ししななななくくるるんんでですす新しいことに一歩踏み出せなくなるんですよ、ね、だから 何が変えられて何が変えられないことなのかっていうのをちゃんと見極める。コントロールできることとコントロールできないことを見極めることが大事です。例えば、えー、朝、会社に遅刻して上司に怒られる。こういう出来事がありました。この時にもう遅刻してしまった過去は変えられることができない。ですよね。で、上司の気持ち、怒ってる気持ちは変えられることは 自分にはコントロールでできないんですよじゃなくて、えー、次どうやったら遅刻せんようにできるかなとかそういう考えることは変えることはできるし、えー、じゃあこの申し訳ないと思ってる気持ちを上司に伝える。 ということこれは自分で選んで行動できますよねでもそうやって一生懸命伝えることはできるけどその結果上司がどういう気持ちになるのかはコントロールできないことなんですよだから何がコントロールできるかできないのかちゃんと見極めて自分がコントロールできることに100%意識考え気持ちそして行動をフォーカスしていくこれ大事ですよねこれ大事ですこれまず1つ目ですえ2つ目 ABC 理論 これは今あのうつ病の治療にも使われている認知行動療法の基本的な考え方です。はい、a は出来事。b は考え方。c は結果です。このこの理論っていうのは、え、なんていうかね、出来事があなたの人生を作ってるんじゃない。出来事があなたを幸せにしてるんじゃない。考え方があなたの人生を作っている。 そのもう例えばどういうことかというと例えば雨が降ったというこことがありましたこれ出来事でですすよね A です雨が降ったという出来事に対して太郎くんは「うわバーベキューしたかったのにこれ濡れるからできへんやないかい」と考える。でその結果「最悪や」っていう気持ちになって何も行動しないっていう行動の結果が生まれる。 これ太郎君ですよねで同じく二郎くん雨が降ったという出来事に対してえー、あ今までできなかった読書ができるっていうふうに考えたその結果読書をする笑顔で楽しい時間を過ごすという結果が生まれるってことなんですよ雨が降ったという A は同じでしょでも C 気持ちであったりその後の行動が変わっていくんですよそれはなぜか 出来事に対する捉え方です。考え方です。はい、太郎君はできないことにフォーカスした。でも、次郎君はできること、読書にフォーカスした。そうすることで気持ちが変わってくるということなんですね。でも、この時に大事なことはえっとね。出来事をマスクしない事実をマスクし。し ま、事実をマスクしてしまうっていうことなんですよ。例えば、雨が降ったという出来事に対して、雨は降っていないっていうふうにポジティブに考える。これは、これは違いますよ。雨降ってますから。事実は事実。事実をちゃんと受け止めた上で、その上でどういうふうに考えるか。 これが大事なんですよ。事実、雨が降っていないこ。こうなっていくと問題がどんどんマスクしていて、自分の本音がますますわかんなくなってしまうので、ちゃんと事実を受け止めた上で、それに対する捉え方を、えー、自分が納得する捉え方を選択していくっていうことです。これ大事ですよね。はい。えー、3つ目は、えー、成功シーンをイメージするっていうことです。自分は変われないって思っている人は、自分が変わっているシーンが想像できない、自分がうまくいってるシーン、 情景っていいうのを想像でできないんですよ、はい、この想像とかイメージってものすごく大事です。これ潜在意識の領域なんですけど、イメージ次第でパフォーマンスが大きく変わってくるんですよね。えこんなことがありました。え昔ね、1 0 0ル走を9秒で走るなんて人間には無理やって言われてたんですよ。これ絶対無理や、不可能だって言われてたんです。でも1983年にカール・ルイスがね、9秒台を出したんですよ。ね、9秒台を出した。でね、でその年に実は、 同じ9秒台を出した選手がね続出したんですよ。 これどういうことなのかというと今まで人間では無理やって思い込んでいたけれども人間にできたカール・ルイスにできたっていうのを間近で見てしまったんですよねあそうなるとあ自分にもできるかも僕にもできるかなっていうふうになってその成功シーンがイメージできただからその無理やなと思ってた記録を突破できることが突破することができたんですよねこれものすごく大事イメージの力っていうのは事実よりも影響力があります、はい、プラセボ効果っていうのもありますよね実際ににはは睡眠薬ではないのに お医者ささんからこれれれは眠れますよって渡されたラムネラムネを飲んだら実際に眠れるようになったという方向があるんですよ睡眠薬として飲んだらね実際はラムネなんですよ実際がどう,かどうかっていうことよりも頭の中で自分がどういうふうに捉えるのかどういうふうにイメージするのかそれがパフォーマンスに大きく影響するんですよねスポーツ選手もそうです試合前に自分が成功してるシーンをイメージするんですよ ね、成功してるシーンをイメージしてるから不安や緊張がなくなくくっていくんですね、はい、ですので何やろう、えー、自分が成功するシーンを想像するっていうことはすごい大事だということと、えー、過去になんかねそういう成功してるような写真があったり自分のね あったらもちろん待ち受け画面はね自分の写真ですよ自分が最も成功してて最もワクワクする写真をね、あのー、待ち受け画像に選びますで何やらそういう本番の前にそういう映像とか、えー、イメージとかを見て自分が成功してるシーンを想像するということこれすごく大事です、えー、ちょっとお茶飲みましょうちょっと汗かいてきたなはいじゃあ3つ目いきましょう あ、これ三つ目か。これが三つ目なんで、次四つ目。はい、これ大事です。めちゃくちゃ大事です。四つ目はセルフトークです。セルフトークね、四つ目。はい。セルフトークっていうのは心の中のつぶやきです。人間はなんと一日に6万回つぶやいてるそうです。実際言葉に出してることもあれば、頭の中で言ってることもあります。それも入れると6万回言ってるみたいなんですよ。そのなんと8割がネガティブなんですよ。 熱いな汗かいたわ、やりたくないわ、めんどくさもうやっても無理やで、失敗するわ。そのようなネガティブな言葉を自分の潜在意識にドリルのように刷り込んでいくと、自分は変われないっていうふうにイメージが湧いてきて、じゃ本当に自分は変われないっていうふうになってしまうんですよ。はい。イメージの力は強い。そのイメージを作っていうのは、言葉なんですよ。つぶやきなんですよ。だから言葉を変えることが大事なんです。こういう言葉もあります。 格言ですね言葉を変えると考え方が変わる考え方が変わると気持ちが変わる気持ちが変わると行動が変わる行動が変わると習慣が変わる習慣が変わると性格が変わる性格が変わると出会う人が変わる出会う人が変わると人生が変わるつまり言葉が変わると人生が変わるんですでもねいきなり「性格を変える」って難しいでしょ出会う人を変える 難しいでしょ、いきなり。でもね言葉を変えるのは一番簡単なんですよ一番簡単だけどものすごい力を生む小さなことが大きなインパクトを生むんですよだから言葉を変えましょう3つのステップですまずは自分のネガティブな言葉に気づくということネガティブセルフトークをキャッチするということですあ自分は変わらへんって言ってたりとかね自分なんて無理や 自分なんて無駄や。やっても無理や。努力なんかできへん。俺よりふさわしい人がいる。まあ、そういうふうにずっと思ってたんですけどね、僕は。そういう言葉はまずはキャッチする。それ気づくだけでも問題の8割は解決すると言われてます。だってね、問題のほとんどはね、自分が意識していない次元、潜在意識で起こってるんですよ。その潜在意識で起こってるその問題をキャッチする。それだけでも問題解決できます。はい、キャッチします。これがまず一つ目。二つ目は、それをストップするです。 ネガティブな言葉をストップすするんですよで方法としては僕がよくやってるのはあの赤信号をイメージしてで自分は車やと思って、えー、赤は止まれって叫ぶんですよね赤は止まれ赤は止まれって叫ぶんですよそうするとストップしますですとかあとは何やろあトイレですね実際にトイレに行ってみてあのレバーを引いてジャジャッ じゃじゃーって流れるじゃないですか。じゃじゃー流れろーじゃじゃー流れろー,じゃじゃー,れろーじゃじゃー流れろーってこうイメージするんですよね。自分のね、そういうネガティブな言葉とか、スーッと体の外に出してあげる。そういうイメージを持ってそれを唱えると、本当にスーッと流れていきます。そして3つ目。3つ目は、えー、とポジティブなセルフトークをつぶやくということです。えー、これは自分の格言でもいいし、誰かの名言でもいいです。ことわざとかでもいいですね。失敗は成功の母。 とかねえー、やればできるとかね、えー、猿も木から落ちるとかね、まあ、僕が言ってるのは just do it、まあ、まずやってみようぜとかね、あとは俺って天才とかねすべては最善のことが起きているとかねそういう言葉を、えー、自分の中でつぶやいて力をふわ,て、ねえーね、ふわっと引き出すようなイメージですよねふわっと引き出すようなイメージで一歩踏み出す力に変えています、はい、こんな感じかな はいということで今日はセルフイメージを高めるための4つの方法を紹介しましたまとめです1コントロールできることを考えるコントロールできることとできないことをしっかりと分けて自分はコントロールできることを変えられることにフォーカスします2つ目 ABC 理論あなたの人生を作っているのは出来事じゃないあなたの考え方そのあなたの考え方はあなたが選択できます3つ目 成功シーンを想像する。ね、このやっぱイメージの力強い。自分ができるんだっていうイメージを映像を見たりとかね、自分が頭の中でそう思い浮かべることで成功シーンを想像しましょう。4つ目、えー、セルフトーク。はいえー、ネガティブな言葉をキャッチして、流れろーって言って流して、ポジティブな言葉をつぶやく。やればできる、やればできる、やればできる。俺って天才ですから。はい、以上です。 ということで、えー、今日の動画少しでも参考になったなとかおかっち頑張れマックス今日もよくやったって思う方は高評価ボタンを押してくれたらめちゃくちゃ嬉しいですということで普段このチャンネルではあなたがあなたらしく生きるための行動習慣を全力で紹介してます、えー、よかったら最新動画を見逃さないようにチャンネル登録ボタンをポチッってポチっと今今今押してくれたら嬉しいですはいジエンドそれではワンダフルな一日をお過ごしください バイバイ。Bye bye.